画商は、中国三国時代の呉の政治家。字は、脅迫。洋州海警軍参院権の人。祖父は、画人氏。父は、画刑。子は、画順。孫は、画室。三国氏呉氏に独立したつてがある。若い頃、養親と共に先頭の学者の半代らのもとで、学問を学んだ。孫安の時代に取り立てられ。 中老から三期上時に任命された。この時、節明、愚判、大茂と同僚であった。その後、地方に出て、呉れ軍大使となった。孫博氏が即位し、暴虐な政治を始めるようになると、合唱はこの状況を憂いた。また孫博氏に対し、殺害された、大茂のような中心の言葉に耳を傾け、孫博氏自身のお気に入りであった南庭のような、 関心を徴用しないよう、言葉を尽くして還元した。さらに、孫博氏の時代になって増えた租税や、徴用のため、民が疲弊し、反乱が頻発しているとし、過去の歴史に学び得を積み行いを正すことが、国の滅亡を防ぐための道であると嘆願した。孫博は、この情想を見ると不愉快に思った。孫博の取り巻きたちはかねてから、が、章や、 ローゲンといった正直で自分の信念を曲げない人物のことを煙たく思っていたため、孫博氏に対し彼らには国家を誹謗した罪があると残言した。このため二人は孫博氏から問責を受けた。画商はローゲンのように公衆に流されることはなかったが、免職となった。後に復職したが、中部にかかって口が聞けない状態になったため、辞職した。 孫博氏は、画商が病気にこつけて引退したと疑い、捕まえて、拷問にかけた。しかし、画商は一言も喋ることができなかったため、やがて処刑されてしまった。49歳であった。その後、ョ商の家族は、臨戦軍に流されて、新参を舐めさせられたという。故郷に戻れたのは後が滅亡した時だったという。陸外は、 健康元年に亡くなる直前、国の支えとなる人物の一人として、が、賞の名を挙げている。ありがとうございます。